から、まあ、自分で、焙煎で粉砕して、まあ、チョコレートを作るって箱開けてわっとこうちょっと驚いてくれるような笑顔になるようなのを目指して、まあ、もらった人が驚くようなそういうのがやっぱり作りたいですね。